モーション呪術回転超究極チャレンジ、はい、ということで新井ちゃん、はい、うん、ね、モーションのね、はい、時間帯的に超究極、はい、東堂葵が来てるということなんで、はい、撮っちゃいましょうと、ちょっとやっちゃいましょう、やっちゃいましょう、新井ちゃんが久しぶりのモンストということも、はい、じっくり噛みし、僕はでも東堂をやっつけたいんです、頑張ってください、やっぱちょっと全部読んあれアニメ全部見たんですよ、なるほど、なん激アツなんで、激アツなんでやっちゃいましょう本当にやると思いますよ、来ておりますよ、あ、あれじゃあまだカッコ借りが外れてないじゃないですか、あー忘れてた、はい、ちょ長距離はちょっと難しいかもしれないですけど、はい、僕一人でクリアできたんで、お、多分大丈夫だと思います、はい、はい、いただきましょう、まん、スタート、まあ、超究極いえど周回が必要な超究極クエストなんで、はい、なるほど、まあ、そこまで、そこまでね、アニメ見てほしい、これもう激アツな、そうなんですね、ほんと東堂、すごい他校の生徒だっけ、はいはいはい、男気が、もう彼に出会わなかったら多分ストーリー進まなかったんじゃないかなそんぐらいの、あ、でこちらですね、両サイドの、はい、悪魔宝箱もこと悪魔くん、はい、ああもう聞かずにやる、いや、これ俺がやってるから、これが出るからね、ああこれを取ると気絶するんで、気絶してる時に真ん中の、そうそう、うん、人魚ちゃんをやると、はい、あ、ダメージオールが出ないんですけど、うん、関係なしに誤差は今分派出しちゃったんで、いやいや関係なしじゃない、俺これ できてんだからって、アミダは持ってないんですよダメージオール、で、新井ちゃんはまず聞け、おこだよ、おこだよ、魔導書を、うん、あのね、悪魔くん倒すと、うん、魔導書出てくるんで、はいはいはい、魔導書を取ると気絶するんです、うんうん、はいはい、気絶してる時に、うん、あの女の子倒すと、うん、ダメージオール出ないので、はいはいはい、このターンではまず新井ちゃんは、うん、魔導書を先に取ってから、うん、あのドクロの女の子ちゃんを倒す、はい、こういうことですね、気合だと女の子にねあれちゃん泣いちゃうね、泣いちゃう、うん、いいんじゃないですか、全然切れてる、全然もういいね、いいんじゃない、ここら辺は、そしたらザコを倒す、分かって分かって分かってるって、クリアしてるから、硬いからたまたまでしょ、貫通、いやたまたまでないよ本当に栗原は全く高カンって入っちゃうとね、開けますね、入れないな、入れないね、入ったね、やった入れたんだね、じゃあいいじゃないか、よかった、まずね、あとは頼みました、バトルバンでございます、全然ここら辺は危なげない、うん、さあっていうのが大まかなこちらのギミックになりますので、わ、はい、かりました、魔導書をまずは取ると、そう、東堂来たら魔導書を取るタイミングまで変わっていますよね、そう取ってそで、こちら次のターンであの女の子ちゃん出てきますので、はい、はい、まずは悪魔くんを倒す、悪魔くん大丈夫、悪魔くん、悪魔くんに届かないよ、届かないよ、それは届かないよ、あ、でもあれちゃん、あ、足、あ、惜しいですね、悪魔くんだな、よし、やってもらって、やってもらって、やってもらっちゃって、はい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 、この本番待って、でもそのまま、そのまままっすぐ、はい、大丈夫、ぶつかってないんだよ、あ、ぶつかった、だよね、あ、でも大丈夫だったけど今ぶつかった、完全にぶつかったよねいけるもんですね、そうそう、全然ね、この時にやっつけちゃうね、入ります、ここ入んない、いい、もう全然いい、全然ほんとカカカーンのが楽だけど全然いい、アミダはダメージも乗ってないですからね、大丈夫だよ、そうですよ、そんなね、怖くない、怖くないけど、上ってハット取っててもいいですね、ですね、いいよ、あー、うまい、上手だ、世界狙えるんじゃないか、これ狙えないですよ、狙えないですよ、
が HP がやばいですね。全然すごい。なんで上狙ったんですか？ん？なんで狙ったか？そこに僕友情を大事にしてる本当に。じゃあね。友情を開けつつ。いえ。さあ、これでも、あ、全然全然飛んでる。あんかん。おー、気持ちいい。もし本当にそういう堅苦しいこと言ってたらもう多分ね、もうダメ。広い心で。なるほど、うん、気楽に。楽しくて。僕はライト勢だから。ライト勢の鏡だから。そうなんですか、うん、ライト勢だ、そんなに。多少ね、やっぱね、クエストによっては諦めてるところはある。諦めてるところあるんですか？それは良くないな。良、うん、くなくない、それはしょうがないもん。うん。で、これで。まあ、どうしようしましたんで。はい。これでも、この位置は何だっけ？人形。魔導書取って人魚を倒すと。そうなの、そうなの。東堂もね、強い攻撃来るから、その時に合わせて魔導書を取らないといけないけど。この位置なんだよ、この位置。見よう。人魚の倒しだ。で、しびれてる。すごい。この2の時に。なんだ全部なんだっけなんですよ、おじさん。熟知とかしてないからもう一回、悪魔くん来るから大丈夫。うん、来た。この位置なんだっけいや、大丈夫大丈夫、面白い。やばい、これ行き過ぎです。止まって。大丈夫です、一回ぐらい重視してもなんともない、うん、これまだあー取らない。何だろう、大丈夫大丈夫。え、取らないですか？一回だけ取らないほうがいいな。取っちゃったらごめんなさい。取っちゃったらすね。止まって。おーい、おいいね、よしよしよし。で、こう取ろう。もう行っちゃうか。行っちゃってください。君やってください。まあ、溜まるから。早いなぁ。あんまり下行きすぎると、いや、下行っちゃっていいか。かっこいい。あ、あっち行った。ああやばい。あれ、あ、でも入ってる。あ、ギリギリ。つまり先下から左もこっちですか？飛ばしてる。あ、うん、どうしようかな。そうじゃないですか、ね、左にのロボットみたいな当てて下入って、いけ、取った取った、よし。ハート出ないな。やばいよこれ、あと1ターンで、これこれやばいですね。もう一回使おう。全部使う。一回使う。一回全然使う。本当に全然使っていいんだよ。たまるから結局。まだよ、まだよ、まだよ、まだよ。全然全然全然。これで通過するから結局。通過するから全然大丈夫。体力体力。かっこいい。全然全然。全員かっこいいよ。本当は大丈夫ですよ、本当はね。本当はあるんですよ、やり方がね。うん。ライト勢の。こっちライト勢だ。ライト勢のやり方。僕も何も言いませんよ。うん。なんであんなに言ってたの言わなくなるんだ、急に。それじゃあね。とりあえずは、ティアラは回復できるから、下から通して。ちょっと取っておこうね。とりあえず、悪魔くん。悪魔くんをやりたい。あ、やったやったやった。よしよし。あ、取っちゃった。ごめんなさい。いい、全然いい、全然。やっちまったよ。大丈夫、大丈夫。ほんとに。そうくると。カンカンですか？これはね、貫通なんでね。ああ、そっかそっか。忘れてた。
点で8ターン以内に行こう。よっ8ターン以内もしくは俺上のやつでいいんじゃないかっていつも思うんだ。どちらですか？あんまりダメージボールとかあんまり、あ、もうほんと変な攻撃を仕掛けた、うん、でもいいよ。すいません。あと7ターン。ここにいたらやっちゃっていいでしょ。これも多分大丈夫。ダメージボールいかない絶対。本当ですか？お俺ライト勢だから。ライト勢だから。で、金派にしたいね。金派になるかしら。使います？これ何？スピードとパワーが近く、アップ。近くの敵にインフィニティブレードとか。近くの敵がさ。こいつなんですよね。そいつになるといいけど、ハートも取っちゃってもいいよ。取っちゃいます？こういっちゃいます？アミドはダメージボール持ってないですからね。うん、まあ、それも分かってるけど。ハート取ったら大丈夫だよ。ハートでも、ハートに目がけていくよりも、ちょっと内側目がけてね。こっち側に。うん。で、気持ちでやってるから。あれ、あ、打たなかったの？打ってないです。打ってない。いいよ、いつでも。魔導書は出してきました。これは、ボタン目の、次のこの1をちょっと僕はね1回防ごう。これでおー素晴らしい。やり過ごしてこの使いますか？まあ今はいいかね。いいんですか？間に入れてカカカンって入れてほしい。でも切るかな。うん、入るときと入らないときあるからね。どんなに頑張っても入んないときある。ああ、入んなかった。全然全然。あと3ターンで悪魔くんが、うん、まだ来ない。上はダメージボール。削れてる削れてる削れてる。あと2ターンで悪魔くんが来る？悪魔くん来ない。来ないですね。じゃあそのまま普通に薄くして下がっていこうか。はい。左入れたらバンバンで。入らなくてもまあしょうがない。そういう、そういう時代だった。入れなかった。あ、でも全然これ、これ全然 OK。はいはい。もう全然、もう勝ち確です、これ。はい。本当ですか？これシャで終わりです。はい。本当だ。はいはい。全然でも本当にライト勢でも楽しみながらできるということを僕は証明してます。ライト勢、そして復帰勢も楽しめる。復帰勢です。よし。これは悪魔くんですね。そうね。お、トリッキー、トリッキーだね。トリッキーだ。おお、さすが。トリッキーだね。なんとか。この次のターンでは取ってはいけません。うん、はい。新井ちゃんが、新井ちゃんが取ると。取る。はい。ついでに使いますか？ついでに使ってもいいよ。でも絶対取ってね。こっちに入れば大丈夫ですもんね。うん、絶対取ってそれだけ。本当、もうそれだけ、それだけ、本当それだけ。うん。取れましたー。オッケー。もうあともうこれもうワンパンしたんじゃない？もしかして。はい。ナイス。一撮り。からの。何今ネズミみたいにしてる。シャカ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 。ナイス。ワンパンではなかったです。じゃあクマくんが来て。まだいいか。まあ気絶してるんで。これ3だから、次悪魔くん倒して、うん、その次に取る。うん、はい。
倒しちゃった。おやおやおや。あ、全然全然。で、これで取ると。あ、まだよ、まだよ。まだ今2なんで。この真ん中のビコビコいってる2が。真横にやってきますね。うん。じゃあ、取っていただいて。はい、楽しいね。あ、難しいところにいる。難しいな、全然取りません。お、取れる、全然取れるのよ。ピヨ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 、よし、OK。でも、とどめさせようかも。そのまま下に、真下の、そうね、トントントンでいけようと。 OK、 おー、最終ゲージ。よし、ここからも本当にもうやるかやられるかので、回復の、はい、ティアラが回復だから、はい、次は、次は私だね。マーリンは、3だから2個あるからいけるか。もうやっちゃう。お、俺そういうやつ使っちゃいますか。で、あ、違う、どうすかな。悪魔君を取らないといけないですからね。回復のティアラをいっぱい、これ触れた敵をいっぱい残しておくといいんだけど、うん、じゃあ、いや、これは3だから、まあ、うん、いいか、OK。 よし、じゃあ、これいっぱい敵出てるから、はい、ストライクショット出して、なるべくいっぱい当てて。はい。こういう感じで、ガン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 いっちゃいます。OK、うん。で、それで、悪魔くんもう一人倒して、それを取ればいい。おおおおおお、もっと当てて、もっと当てて。いいよ。いい。上出来。そしたら、私が、もう霹靂一閃でやっちゃいますか。一緒も、うん、うん、どうした、やめとくか。うん、いや、何も言いませんよ、僕は。ゼイズ、ゼイズ、こっちから行こう。アンチダメージオール、うん、ついてないですよ。あんまりね、気にしてないからさ。止まって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 、よし。これでまた回復したでしょ、今で。涙もついてないんですもんね。ついてない。まあ、そのまま。いい感じで下がってこよう。なんで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 、あー、終わった。せ、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 でも、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 また、またね、また、あの、ごめんなさい、助けて。急に、急にピンチになっちゃった。急にピンチになっちゃった。助けて、ごめんなさい。急にピンチになっちゃった。助けて。大丈夫、大丈夫。吸収があるけれど。ナイス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 、ゴジヒヨ、おお、ナイス。これはティアラは持ってるから、あれも取って、あれも取らないといけない。気絶させないといけないね。これ取って、うん、まっすぐ行っちゃえばいいですね。気絶したらもう OK、 こっちの勝ち。いけ、おお、ナイス。そしたらもうこれ全員でヒギレッキやっちゃいますか。飛ばすわ、全員で。あ、あったでしょ。
バチョー楽勝でした。やったー、危なげもなく。危なかったですよ楽勝でした。もう余裕でしたね。全然余裕、こんなちゃんと、うん、全然ちゃんと今モンストすごいやっぱやりやすい状態になってますからね、うん、はい、こんな感じでこれでそうだね、ほら、お、ラッキーリゾルトで来た。なんだ、いっぱいやれ。5、6、7、8個出ました。宝箱とか使った方が良かったのかな、持ったない。お、はい、やったー上原。はい、いや、楽しかったないいですね、これやっぱただ、配信してもいいですね。全然いいよ、だって勝ったんだもん。だから全然大丈夫でしょ。内藤勢と復帰勢が頑張ったんだもんこんないい会話ない、これ皆さん優しい目で見てくださいね。お会いが良ければ全て良しです。はい、ということで呪術廻戦コラボ、はい、皆さん期間中に、ね、いっぱい頑張って、曲作ってると思います。僕も夜な夜な募集してるんで、よかったら参加していただきたいと思います。はい、はい、ということで本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。やっぱこれギリギリのこの危ないところのちょうどのところが面白いね。そういうことです、うん、ギリギリがいい。